皆さんに来てもらいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。教えてもらえるということでレシーブを聞きたいなと思ってるんですけど、はい、バックハンドで構えてる時のフォア側に来た時のレシーブ、そうですね、ここはそこがやっぱり難しいっていう方多くて、まあ、ちょっとそこをちょっと教えてもらいたいなと思うので、斉藤コーチにね打ってもらって、引けから取って解説の時に僕が寄ってくんで、はい、はい、お願いします。今もちょっとテロペルできます。やば。いや、すげえ。始めたての子とか特に手だけ出て手打ちみたいな。そうね。はい。ここって。はい。ディフェンスするの難しいじゃないですか、はい、こっち特に、はい、で大体ディフェンスってこっちパーソンでしょ、はい、でここに来るでしょ、はい、そしたら大体狙うとこってここなんですよ、はい、そうですよね。上手い人も世界選手権の優勝者もやっぱりここをうまくどれだけ使えるかがすげえポイントなんです、はい、だからここをちゃんと対応できればディフェンスって安定します。うんうん、でもここってどうやって打ったらいいかっていうと、ここって打ち方、はい、こうやってフォアのと、はい、こうやってバック、はい、この2つある、はい、ただフォアで打とうとすると、はい、球速いじゃないですか。だからフォアで構えてるとここは OK なんですよ、はい、ここも OK です。ただ時間で言うと7時、はい、9時とかになると絶対打てない。そう、こっち側が難しいことですね、はい、だからフォアで構えるなって言うんですよ。絶対ここはバックで、はい、でバックだとある程度もう360で、はい、打てるわけです、はい、なので基本はやっぱバックに握っておかなくちゃ。でここをどうやって取れるかっていうことなんだけど、やっぱりこのスペースを開ければ開けるほど広いじゃないですか。でこう打ってみる、これで取るのって結構難しいんですよ、はい、これで取るの。だから基本はこっちに寄っとく。だからここのスペースをできるだけ潰して、そうするとここに打たれてもある程度体の近くに出る。でなおかつちょっと体に入ってくると打ってて、体に入ってくるとこっち側にもモカモカ体にまっすぐに打ってると、まあこっちにもなんとか体重を使って逃げれる、はい、手でまず打たれてくるとちゃんとこのスペースを楽してバックで打てる、はい、でまず基本ね、はい、で次に手だけで打とうとしても絶対打てないので、はい、しっかり下半身をうまく使いながら右に寄ったり、はい、まあ、左足を引いてこっち側に角度を作ったり、この右足は軸なんだけどこの左足を前に出したり後ろに下げることでこのスペースをうまく作る。あ、なので上手い人でもこっち来た時にパチンってこういう風になるんです、はい、大きく返すと、うん、これって反射の原理なんだけど、しっかり地面の反射を使って体を伸び上がってで返すとすごい後ろになってるんですよ、はい、手でやると全然飛ばない。だからしっかり足を使ってこの空間をうまく使ってあげる。でそうするとバックで取るスペースってすげえ広くなくて結構狭い、はい、でこの辺はもうバックに、でこの辺はパートナーの人がカバーしてクロスに来たとのパートナー、はい、だからこっちにロボ上がったら基本ディフェンスはもうこことあんまり変わらないぐらいなポジション、はい、でちょっと余裕出てきたらフォアでうまくこう、だからこういう風にやってよっすげえ大きく打てるし、え、だいぶ奥まで飛んでるの。あれね、あれ練習ではプッシュの練習してて
ちょっとこっち側に、こっち側に来た球はこっち側に、こっち側に来た球はこっち側に、結構シンプルで考えてる。うわ、なんかバック出すとき、なんかこう振っちゃう人、どう出すのかみたいな、ラケットこっち側、はい、なんか結果的にメインは絶対まっすぐ、はい、まっすぐだから、ここからまっすぐメインにこう振り抜く感じで打てればベスト、なのでここに少しだけ空間作ってあげて、ここからこういう風な感じをまずは練習する。で、親指はちゃんとバックハンドなので出して、ここからシャトルが来て前に押し出す、前に押し出す、いや、うん、まっていうのを最初手だけじゃなくて少し足も使いながら、はい、練習して、中に時にはこれもフォアだったり、おー、リフはバックでもいいし、でやりながら僕の練習、じゃあまあ本当にバックハンドはこう振っちゃう人多いけど、その当たるポイントに持ってきて前に、前に押し出すイメージ、前に、ちょっと後ろから、本当はもうすぐリズムとって、はい、もう少しリズムを取るのと、あとダブルスは足止めちゃいけないから、はい、こういうふうなリズムを取ったら前に出て、こうやってやっていい、全部が繋がんなくちゃいけないじゃないですか、はい、こうやって前にやって、すげえというふうにちょっとこうやって細かいのもあって、リズムがすごく大切ね、で、まあ、でもう少し上手くなると、バッターだけど深くねじって、ただピッチっていうふうに引きつけて、いや、それ見たことありますね。ベースで、はい、最初はやっぱりこうフォアでやって、次はちょっとこっちをたまにフォアで、あとバックハンドでね、バックハンドのままこのままこっちにキチエンっていう風に振るのもできるので、すごいこのバックハンドを見つけると便利ですよね、こうやって田村もいます。あ、なるほど。いや、ありがとうございます。いや、今回ありがとうございました。ありがとうございました。いや、めちゃくちゃ詳しく解説していただいて、あと僕自身も基礎打ちやってもらって、いや、超緊張しましたけど、やっぱ楽しいです。
面白いですよね。本当に、はい、いや本当にこうやってやらせてもらう機会本当になかなかないんで、いやまた次はいやコンディション仕上げてもらって一緒にゲームもやれたらなと思うんで、ぜひぜひやりましょう。いや絶対、いやこれ約束ですよ。いいですよ。もうこれ見てる皆さんがもう次は池田さんがもうダブル、ね、そうダブルやってもらえるもんだと思ってくれてると思うん で、ね、で2021年までにもうちょっと先にしようか。もうちょっと先もうちょっと先で考えますけども、わかりました。まあそれはあのおいおいまた連絡させてもらったりとか、はい、ぜひお願いします、はい、ということで今回はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。